子供自体のいろんな痛みを癒す最後のチャンスを使いたいかどうかってことなんです。そういうふうに感じるなったらちゃんと言わないと、向こうはね気づいてない可能性もあるんですよ。ただ徳を積むって言ってもその人の器があって、それができるかできないかってこともあると思うんですよね。だからそれができないうちはあんまりやるべきでもないんですよ。自分が一番役に立てるっていうのは自分の才能を使うことなんですよ。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて5月の28日の本田健書店の新刊について伺いたいんですけれども、はい、タイトルが出会う人すべてに応援される生き方ということで、はい、うん、どういった内容になってるんでしょうか。まあ、これはですね、その今こうオンラインでねしかなかなかこう会えなくなってきたわけじゃないですか。そうすると今まで以上に、はい、その誰に応援されてるのかっていうのは大事になってるんですよね、うん、なので誰とつながるのかっていうのもこう It's nice to e-meet you っていう言葉があるんですよね。 e-meet っていうのはこうなんかデジタルでお会いできて嬉しいですみたいな英語もあるんですけど、まあ、そういった意味でその新しくその出会うっていう時にそのデジタルの時代の応援され方ってまたちょっと今までと違うと思うんですよね。だからその一緒に飲んだくれたり一緒にご飯食べたりとかして仲良くなるのとちょっと違うから、だからそういう時代にどうやって人間関係を築いていけばいいのかっていう話なんです。やっぱりリアルの方がいいってもちろん思うんですけれど、うん、でもケンさんたくさんこうやって実際に e-meet されてるじゃないですか、世界中の方と、はいはいはい、うん、そういった時に e-meet だからこその良さみたいなのも感じられますか。やっぱり例えば今朝もそうなんですが、朝は、アメリカの人と会ってて、その、ね、あのミーティング終わった3分後にドイツの人と会ったりとかしてるわけですよ、はいはい、それってプライベートジェットがあっても無理な話でしょ、うんうん、だからそれもすごい忙しい人たちがパンパンと会えるからどこでもドアみたいな感じですよね。そうそうそう、だからねやっぱりこう一流の人たちはやっぱり仕事は加速してるのは間違いないと思いますよ。もう普通の人はあんま変わらないかもしれないけど、実際に会いに行ってもね、でもそのすごい人たちと例えば東京の人と大阪の人と会うとかってこともできますからね。だからそういった意味で出会い方とかが全然違うんですよね。だから上手な人は10倍できるってことですよね。ごめんなさい、心の距離感っていうのはどうでしょう。やっぱりねあの隣にいて全然心が通わない人よりも地球の裏側にいて同じような感覚でいる人の方がつながれる感じはありますよね。そうか、じゃあ本当このオンラインのこの時代一般的になっている中でもその直に会ってないからなんかこう距離がどんどん縮まらないっていうわけでもないっていうことですね。と僕は思いますね。だからそのちゃんとクリエイティブにやれば今までの時代のこうストレスは多分10分の1、うん、でもやっぱり10倍100倍の成果が出るっていう非常に面白い時代になったんですよね。そうか、じゃあそういう時代背景も含めての、はい、今回のこの新刊なわけですね。そうですね。ぜひね興味ある方は見ていただいて、はい、またその e-meet の時代に合ったその人との関わり方っていうことですもんね。そうですね。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。それでは京子さんです。質問お願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、私は家族の人間関係についてなんですけど、まあ、私の家族両親と姉と、まあ、妹の私なんですが、まあ、昔からちょっと姉との年の差もあるのもあるんですけど、なんですかね、まあ、兄弟の格差って言ったら変な言い方ですけど、まあ、母の思いが兄弟でも違うっていうところがあったみたいで、まあ、普通には十分幸せに育ててもらったと思っているので、感謝はしているのですけど、やっぱ姉とどうしても比較しなきゃいいのに、どうしても気持ちが比較してしまう部分があって、そこがちょっと辛くなってきていて、で、年を追うごとに、やっぱりこう、親、なんていうんですか、関わりの中で、そう、母からの、こう、支援とかも、お金的なところにもなってくると、なんで私は孤軍奮闘してるのに、姉はこうやってこう、
保護の中でいられるのかなとか、いろんなそんなこんなもあって、ちょっとそのあたりがこうもやもやしながらですけど、そこも諦めつく、お金じゃないって自分に気がせながらちょっと距離を置いて、まあ、両親と付き合ってたんですが、また今介護の世界になると関わらざるを得なくて、そうですね、そうなんです、姉は海外にいて口だけ出されちゃうし、私はでも実際行かなきゃいけないしっていうところですごい混乱が起きていたりとかもするんですけど、うん、もうどうしていいか分からなくなってしまって、うん、もう本当に諦めて家族っていうこの理想形みたいなものは諦めるとか、でも淡々ともうやることだけやってっていう気持ちをちょっとこう、なんて言うんですかね、感情をカットしていかないとこなせない部分もあったり出てきているんですけど、家族としてのところをこう諦めるしかないのか、はい、もう少しこう家族としてのもうちょっとこう輪の中に私が入れるようなことがなんかできるものなのか、うん、それはでも京子さんが決めることじゃないですか。排除されるのでなかなか入っていけないっていうところがあって、それはだから私を入れてっていうふうに言えばいいわけで、一番の問題はコミュニケーションなんですよね、うんうん、で京子さんがお姉さんに遠慮したり、お父さんお母さんに遠慮したり、自分の本当に言いたいことを自分がまず感じることをしてないし、うん、ね、モヤモヤっていうのは怒ってんですよ、正直言って。だからムカついてるって言ってください。じゃあムカついてる、それはどれぐらいムカついてる感じがします？それとムカついてませんか？ムカついてる、ムカついてるより悲しいですよね。もうずっと排除されてもう入れないまま、もう小さい頃からの積み重ねなので。なるほど。そうするとね、これが最後のチャンスなんですよ、それを癒す。だって僕はね、今まで扱ったケースだと70代後半になってようやく子供時代と向き合う人もいるんですよ、うん、でお母さんがなんか90何歳とかでね、でお母さんたち生きてたらあれだけど、もうねお父さんとお母さんが亡くなっちゃったらそんなことをするチャンスもなくなっちゃうんですよ、うん、なので子供自体のいろんな痛みをこう癒す最後のチャンスを使いたいかどうかってことなんです。で今ご自身で言ったみたいに騙し騙し見ないようにしてもう感情を殺してやっていくのか、まあ、それはそれでも一つのやり方ですよ。でもそうすると全く癒しがないまま傷口から血がたらたら流れながら生きていくってことでしょうね。でそれは嫌だっていうふうなご自身と、でもそういうのを見ていったらまた家族のちょっとした調和が全部崩れちゃうんじゃないかっていう恐れもあるんですよ。でもね、そういうふうに感じてるんだったらちゃんと言わないと、向こうはね気づいてない可能性もあるんですよ。特にお姉さん海外にいらっしゃってるんだったら日本人の感覚がだいぶなくなってるはずなんですよ。だからそんなに言ってくれて当然でしょうみたいな思ってるかもしれませんよ。そんなこと考えてるなんて知らなかったってびっくりするかもしれない。どうですか？その辺はちょっとわからないですけど、姉は昔からなんか子供の頃からですけどね、私のものを取るとかって言って、はい、こうなんていうんですかね、こうの一人っ子が良かった的なところを言ったりとか、はい、まあ、一緒に出てて福岡に私帰ってきて、まあ、10年ぐらい東京にいて福岡に戻ってきてちょっと実家暮らしになった時になんで帰ってきたのって散々怒られたりとか、うんうん、だからお姉さんともいろんな歴史があるんですよね。そうですね。で、はい、そこを母がそのまま鵜呑みにしちゃうので、母と姉がまあまあ性格も似てるのでくっついて、はい、で2対1になっちゃうわけですよね。そうですね、はい、で父と私はいいんですけど、まあ、父はもう母の言う通りな感じになっちゃってる、はい、なのでこれを見る最後のチャンスが来てるとだけしか言えません。僕はそれに対してどうしらあしろっていう立場にはいないので、だから京子さんせっかく最後のチャンスをどう生かすのかっていう選択肢はあなたの手の中にありますよっていうのだけ今日はお伝えしたいと思います。どうしたいのか、これはまた違う話ですよね。こういう場合は姉にアクセスするものなんですか、母にアクセスするものなんですか？両方じゃないですか。だって両方なんです。全員関係者なんだから。なかなかもう全員集まって話すことがないね。別に全員集まって話せなかったとしても、うん、別に個別でも大丈夫なんですよ。だから今そうやってなんかいろんなものを避けてるのも分かりますか？見たくないんですよ、できたら。もう傷つくのが辛いので、もうだったら避けようってなってます、ね、いやでもね、間違いなく傷つくし、うん、そのままね、何もせずにやっても傷つくはずですよ。
だからどっちも茨の道だってことを分かってください。ただ癒しの道でもあります。でもね、この痛みを避けて通ってるとずっと自分が苦々しいままで、どっちの道を通っても生きることになりますよ、だから何も言わずに私だけ我慢すればいいんだってお父さんとお母さんを見送ってお姉さんとも疎遠になるという生き方もあるし、本当にこの家族でよかったっていうふうに思えるとこまで行くってこともできますよね。でもいずれにしても昔の痛みと向き合わなくちゃいけないのは、多分どっちの道も向き合わなくちゃいけないんじゃないかと思います。はい、でもね、きっと本当にね、正直にコミュニケーションを取ったら、全然自分が父親のことも母親のことも姉のことも理解してなかったってことに愕然とすると思います。はい、お互いだってちゃんとコミュニケーション取ってないから、お互いのことよく知らないんですよ。まあそれはそうですね。まあ、はい、授業あまりね、両親も関わって、まあ、育ててもらってないところは。そうだから、いよいよ子供時代のいろんな痛みを癒す、すごく僕はビッグチャンスが来たと思いますよ、それ使うかどうかはあなた次第です。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとう。それではラジオネームエミさんです。質問お願いいたします。ケンさん、まどかさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。実は我が家には代々伝えられた家訓があったことが最近になって分かったんです。でそれはですね、家の財産家産を会計し、うち3分の1を持って公益に供すべきことという内容だったんですね。でそれで昔の日本のあちこちにはそういう家があって、川の氾濫を防ぐ治水工事を資材でやったり、飢饉があったら蔵を開放したり、そういうことをしてきたらしいんですね。で私の家もそういう家だったということを初めて知ったときは、もう雷がガーンと来たように、もう胸がいっぱいになったんです。それで私もご先祖様の意思を受け継いで、豊かな富を得て、その3分の1をわーっと世に差し出して、皆さんの役に立ちたいなっていう、もう突然壮大なビジョンが生まれて、胸がいっぱいになってワクワクしたんです。ただ、まあ時は流れまして、私の家は今は普通のサラリーマン家庭で、私はもう50代で普通の主婦なんですね。でこれから私はどうやって生きていったらいいのか、心持ちとか何かヒントやアドバイスがありましたら、ケンさんからいただけたらなと思いました。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょうどねこの前にそのハッピーマネーについての講演を英語でやってたんですけど、そんな話をしてたんですよね。その人の経済状態に応じてできることってあると思うんですよ。だって今生活に困ってたら、まず自分の生活を立て直すことが先ですよね。である程度余裕がある人は、例えばそれが1000円でも5000円でも100円でもいいんですよ。誰かのためにお金をあげるってことは、僕は素晴らしいことだと思います。でそれは徳を積むことになりますし、そのご先祖さんがねそういったことをされてるっていうのは、きっとその徳として返ってきてるんじゃないかなって思います。それは何か感じたりしますか？そうですね、何かいつも守られている感じはします。でもしそれがそういうのがあるとしたら、やっぱり先祖の方が徳を積んだからだと思うんです。でね、ただ徳を積むって言っても、その人のこう器量っていうか器があって、それができるかできないかってこともあると思うんですよね。だからそれができないうちはあんまりやるべきでもないんですよ。だから例えば誰かのためにお祈りをするとなって、十分素晴らしいことだし、別に貯金を全部吐き出せってことでもないんですよね。だからそれはあまり勘違いしないでいただきたいんです。ただ今聞いた感じ、なんか単なる主婦で終わりたくないというか、私も何かしたいっていう、そういうエネルギーを感じたんですけど、お祈りだけでこのままおばあちゃんになっていいでしょうか？何かを本当に成し遂げて、皆さんの役に立てるような人間になって死んでいきたいなっていう。なるほど。そうするとね、自分が一番役に立てるっていうのは、自分の才能を使うことなんですよ。それは料理かもしれないし、歌かもしれないし、人の話を聞いてあげることかもしれないし、まあ、パッと聞いた感じ、エミさんは人前で話したりするのは上手そうな感じ。あ、そうですか。だからそうやってこうパッと花のあるようなお仕事なんかは結構できるんじゃないかなと思うんですけど、例えばそういう才能を使って人に喜ばれるのが一番幸せな生き方だと僕は思うんです。なので自分の才能を、最初はお金にならないかもしれませんけど、それを分かっちゃっていくうちにお金になってきて、でそしてそれで得たお金をいろんな人たちにあげても面白いんじゃないですか。自分らしく生きるっていうことがまずあってっていうことなんですね。そうそう、それが一番の僕は世の中に対するギフトだと、プレゼントだと思います。
ありがとうございます。なんかギフトにもいろいろな形があるんだっていう、はい。そうそうそう。必ずしも今の貯金を3本で知識出してあのなんか誰かにあげるってことじゃないんですよね。そうですね。はい、すごくよくわかりました。でもね、エミさん僕は素敵だなと思うのは、あのへーって流す人も多いはずなんですよ。そんな先祖がいたんだみたいな。でもそれだけエミさんの心に響くってことは、やっぱりエミさんも世の中のためにしてあげたいっていう、そういう素晴らしい徳を持った方なんですよね。そう。だからその先祖がそういうことをしてるってことを聞いて感動できた自分を褒めてあげてほしいです。あ、はい。そうで、今ね、別に財産とかなかったとしてもそのこと関係ないんですよ。そういう風なスピリットで生きるってことが素晴らしいことなんです。なのでぜひ、はい、うん、そういう精神っていうかね、そういうあの状態で、世界を、癒してあげてください。わかりました。もう、はい、胸がいっぱいです。ありがとうございました。はい、素晴らしい。ありがとう。今日感動しました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム市瀬さん。私が紹介したい本は村上真さんの転職 2.0 日本人のキャリアの新ルールという本です。転職とタイトルにはありますが、転職に限らずキャリア形成について考えさせてくれる本です。キャリアチェンジが当たり前になっている現代、自分の価値に気づくことの大切さを学べると思いました、ということで送っていただきました。そしてケンさんのおすすめの一冊教えてください。はい、100年思考、高野昇さんという方が書かれた本です。あの高野昇さんというとリッツカールトンでもう皆さんね、この番組でも何度かお話しされているのでご存知だと思うんですが、はい、ケンさんクラブハウスでもちょうど高野さんのデビューの時にご一緒されてましたよね。そうそうそう、たまたまね、あのタイミングがあってご一緒したんですけど、高野さんってね本当にこう人当たりの柔らかい方で、あのなんですけどすごく芯があって、で日本人なんだけどすごく国際的なセンスもお持ちで、まあ、なんとも言えないこう素晴らしいリーダーなんですよね。でその方があの長野の善光寺って、僕そのすぐ近くに4年間住んでたんですけども、その善光寺でずっとそのこう寺子屋みたいなことをされていて、でそれがまとまった本なんですよね。でもね、一つ一つの言葉がすごく良くて、あのぜひあの多くの人に読んでいただきたいなって思います。さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までエピソードを添えてお送りください。以上ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。ことを成し遂げる秘訣はただ一つのことに集中することにあり。エブラハム・リンカーン。不思議。